武蔵中央電気鉄道1系電車は武蔵中央電気鉄道が1929年の同社路線開業に際して導入した路面電車系の電車である武蔵中央電気鉄道の運営路線は京王電気軌道への譲渡を経て1939年に全線廃止となり1系電車は全車とも日本国内外の鉄軌道事業者各社へ譲渡されたそのうち 江ノ島電気鉄道へ譲渡された一両は、後年土地用電鉄へ再譲渡されて1975年まで在籍し、一系電車に属する車両群では、最も長く運用された。以下、本校では一系電車として導入された車両群を、本形式と記述し、他事業者への譲渡後の動向についても詳述する。武蔵中央電気鉄道は、東京府八王子市を拠点に、 市内中心街と鉄道省の八王子駅及び、多摩南電気鉄道の東八王子駅を結び、また、高尾山方面への観光輸送を目的として、設立された。1929年11月には、第一期開業区間として、追い分け浅川駅前間の平用機道路線が、開通、営業を開始した。開業に際しては、日本車両製造本店にて給料の、 路面電車系半構成に軸ボギー車を申請。この9両の電車には1系の形式称号と1から3.5から10の車両番号が付与され、4は意味番として当初より欠番とされた。翌1930年には12.13の2両が増備され、同時に9を11と改番した。本形式は路面からの乗降の便宜を図るため同時代の 路面電車車両としては、珍しい低床構造を採用したほか、同時代の他事業者における一般的な路面電車車両の車体幅は2200から 2400mm 台のところ、本形式は車体幅 2118mm の強幅車体で、設計、製造された点を特徴とした。これは、軌道法軌道建設規定第8条、街路にあっては、 車体が有効金員を各側3.64メートル以上必要とするに起因するもので、併用軌道が付設された公衆街道及び八王子駅前通りの道路幅の関係から決定された車体寸法であった。車体長11125ミリメートル、車体幅2118ミリメートルの構え体主要部分を普通構成とした反抗性車体を備える。 前後つま面には 540mm 幅の前面窓を3枚均等配置し、前面中央窓状の幕板タブには行き先表示窓が設置されている。また、前後つま面下部には大枠部を延長する形でバンパーが設けられ、前照灯は腰板中央部に、後部標識灯は幕板タブの前面向かって左側に、それぞれ前後各一を備える。側面には、 車体前後に 700mm 幅の1枚、引き扉構造の、片開け客用扉を2箇所設置する。開閉方向はいずれも車端方向とし、車端部の戸袋に相当する部分には 500mm 幅の側窓を備える。客用扉間には 610mm 幅の1段、落とし窓構造の側窓を11枚配置し、側面窓配置は 1D11D1 である。 各客用扉下部には、路面からの乗降を考慮して一段式の内蔵ステップを備えるほか、地上面からの床面高さも、車体中央部の 800mm に対して、車体前後の乗務員区画及び客用扉周辺は 710mm と 90mm 低床化されている。そのため、客用扉開口部の車体中心側から、直後の側窓にかけての車内床面を、 スロープ状として段差を吸収しており、スロープ部分については座席を設置せず立、席スペースとしている。屋根状には通風機としてお安系ベンチレーターを屋根部中央へ4機設置する。車内はロングシート仕様で、天井部には吊り革と白熱灯仕様の車内照明を1両あたり4機設置する。制御装置は路面電車車両として、 一般的な直接制御方式とし、日立製作所 DR 直接制御機を各運転台に搭載する。主電動機は当初定格出力3 7 5キロワットの直流直巻電動機を採用、各台車の内側軸へ1両あたり2機搭載した。ただし、運用開始後の1932年に、 武蔵中央電気鉄道線の輸送需要低迷から、主電動機出力低減による電気代節減を意図して、12.13の2両を除く給料については、定格出力2 6 2 5ットの中古品への換装が実施された。歯車費は3 7 5キロワット使用者が4.27、2 6 2 5ット使用車が4.50に設定された。 制動装置は三菱電機製の SM-3 直中ブレーキを常用制動として採用し、広瀬製作所製の低用制動を併設する。台車は中高組立型の軸羽式台車である日本車両製造 C 型を装着する。日本車両製造 C 型台車は日本車両製造が路面電車及び小型郊外電車向けに設計、製造した台車形式であり、 本形式が装着する C 型台車の固定軸間距離は 1372mm で車輪径は 660mm の小型仕様である。終電装置はトロリーポールを採用、屋根上前後端部へ各1機搭載する。横山駅前電停付近を走行する1系、導入後は武蔵中央電気鉄道が運営する路線全線にて運用された。 武蔵中央電気鉄道の運営路線は、折からの経済不況や、鉄道省中央本線の電化管制及び、京王電気軌道五両線の開通などに起因して、営業成績は開業当初より低迷を続けた。九百三十七年に、武蔵中央電気鉄道は保有する路線など、資産の一切を、京王電気軌道へ譲渡し、事業者としての武蔵中央電気鉄道は解散する。 ことを決定、同年7月に両社間にて譲渡契約を締結した。資産の譲渡に際しては、保有路線のうち、不採算区間の廃止が条件とされたことから、同時期より路線縮小を見越した余剰車両の売却が開始された。1937年10月に13が、翌1938年3月に8が除籍され、 前者は大尾山鉄道へ、後者は金石電気鉄道へそれぞれ譲渡された。武蔵中央電気鉄道は1938年6月1日付で、保有資産を京王電気軌道へ譲渡し、解散した。本形式のうち残存した1から3.5から7.10から12の給料も京王電気軌道へ継承されたが、そのうち1.1012の3両が、同年7月に、 京南電気軌道へ、6が、同年8月に、江ノ島電気鉄道へそれぞれ譲渡され、京王電気軌道に在籍する車両は2 3 5 7 1の、京五両のみとなった。残存した五両は引き続き旧無蔵、中央電気鉄道線にて運用されたが、翌1939年6月1日付で、京王電気軌道八王子線は営業休止となり、用途を失った、本形式は、 全車除籍され、形式消滅した。この5両についても、除籍後は、中国、北京電車伝統更新へ譲渡された。前日の通り、京王電気軌道への継承前後に6両が、旧武蔵中央電気鉄道線の全線廃止時に、残る5両が、それぞれた事業者へ譲渡された。このうち北京電車伝統更新へ譲渡された2.35.71の稽古量は、 鉄軌道車両の圧線業者である小島栄二郎に売却された後、1940年に芝浦布島より船便にて中国へ輸出され、北京市電へ転売されたものである。なお、北京市電へ譲渡された五両は502系502から506の形式称号を、車番が付与されたが、譲渡後の動向は不明とされる。江ノ島電機鉄道は従来保有した四輪単車の 代替を目的として、他事業者にて廃車となった二軸ボギー車の導入を進めていたが、その一環として 1K6 を購入、100K115 の形式、記号番号を付与し導入した。導入に際しては収容力増加を目的に、車体中央部を境界として、天体省の位置の座席を撤去、車内座席配置を千鳥配置に改めた。その他、 外観は塗装変更が実施された程度で、ほぼ原型のまま運用を開始したが、後年前消灯及び、後部標識等の移設、台車交換による高床構造化、全面行き先表示窓の埋め込み撤去などが施行された。戦後、江ノ島電気鉄道線のプラットホーム向のかさ上げが実施された際、車体幅の狭い115は、対応工事の施行対象外となり、 1956年に廃車となった。廃車後は、江ノ島電気鉄道においては不適とされた、強幅車体が軽便鉄道規格に合致したため、1957年7月に軽便鉄道路線を運営する土地電鉄へ、最上とされた。土地電鉄への導入に際しては、台車間中心間隔の拡大及び客用、扉下部の内蔵ステップの切り上げのほか、 運転機器の撤去、電装解除が施行され、付随者保二23の記号番号が付与された。事業者合併に伴い保有事業者が、越後交通に変わった後の1961年6月に、東横車両工事にて、大枠延長を伴う車体の大改造が施行され、改造後は前面に、貫通扉を備える側面窓配置に D10D2 の鉄道車両となり、 武蔵中央電気鉄道1型としての原型は完全に失われた。改造後は制御車区派101系101と形式、記号番号を改めた後、短期間で再び付随者歩派23となり、1967年7月に総括制御対応の制御車化改造を施行の上で、区派111系111と3たび形式、記号番号が変更され、 1975年3月の土地汚線前線廃止まで在籍した。1K13 が後の伊豆箱根鉄道大尾山線に相当する路線を、敷設、運営した大尾山鉄道へ譲渡され、デハ11の記号番号が付与された。導入に際しては大尾山鉄道線内のプラットホームへの対応のため客用扉下部の内蔵ステップの切り上げが施行された。 大大山鉄道は1941年に、ス津鉄道へ、九州合併された。では11は、ス津鉄道へ継承された後、形式、記号番号が模は 8K8 と改められ、戦後の1949年には、大雄山線への大型車両導入に伴い、軌道線へ転属した。転属に際しては、路面からの条項を考慮して、 各客用扉かぶれ一段を折りたたみ式の外付け乗降ステップが新設された。転属後、全照灯が全面膜板上部へ移設されたが、終電装置は収始原型のトロリーポール仕様であった。モハ8は、機動線在籍車両としては、唯一の構成車体を備える車両として、1963年2月の機動線全線廃止まで運用された。一 k 八が、 後の北陸鉄道近籍線に相当する路線を、付設、運営した、金石電気鉄道へ譲渡され、で15系15の形式、記号番号が付与された。金石電気鉄道は、戦時統合により設立された北陸鉄道の発足に際して同社に吸収合併され、で15は、北陸鉄道へ継承された後、1949年に実施された。 形式称号改定にてもは 1100K1101 の形式記号番号が付与された。当初は金石線にて継続運用された後、1956年に金沢市内線へ転属し、もは2 0 5 0系2 0 5 1と形式記号番号を改めた。金沢市内線への転属に際しては、強小な車両限界に対応するため、 つも面前頭部を側面客用扉付近より絞り込む形で強幅化し、同時に3枚の前面窓の内中央窓を拡幅して左右窓を縮小、また客用扉を従来の1枚引き扉から2枚引き扉構造に改造した。その他、主電動機を 37.3kW のものへ交換して出力向上を図り、 終電装置についても小型の菱型バンタグラフへ、換装されたが、これは、後年多形式と同様にビューゲルへ再換装された。金沢市内線は1967年2月に、全線廃止となり、モハ2051は、同年9月にモハ2060系2両とともに、福井鉄道へ再上とされた。これは、同社、福武線の福井市内における、 平用軌道区間にて従来運用された、モハ60型を鉄道線区間へ転用するにあたり、同形式の代替となる、平用軌道区間専用車両が必要となったため、譲渡に至ったものである。福井鉄道においては、台車を従来装着した C-12 からモハ60型より転用した C-9 へ換装され、車輪の体系化により、 車体床面が上昇したことから各客用、扉下部には一段を折りたたみ式の外付け上報ステップが新設された。その他、終電装置をビューゲルから小型のひし形パンタグラフへ換装した。導入に際しては、形式、記号番号もは 500K501 と改め、平用軌道区間の区間運転に充当された。しかし、平洋軌道が付設された北国街道の 交通量大増加や輸送需要の低迷から、区間運転は1969年に廃止され、モハ501は同年9月7日付で除籍された。1K1.1012 が広島県呉市を拠点に、あが、広方面への平用軌道路線を付設、運営した下げ南電気軌道へ譲渡され、同社 50K50 50から52として導入された。同産両は、 ゲイ南電気軌道においては、初の二軸ボギー車体を備える大型車であった。1942年に至り、戦時下における輸送体制の強化を目的として、クレコを拠点とする帝国海軍より、クレシに対してゲイ南電気軌道の運営路線、保有車両を買収し公営化するよう要請があり、同年12月にクレシ交通局が発足した。五十型は、 呉市交通局への継承後、戦後の1五十二年に実施された、形式称号改定に際して五百0系501から五百三と、形式、車番が変更された。戦後、終電装置のビューゲルへの変更、前面中央窓の拡幅及び左右窓の縮小、行き先表示窓の大型化、全消灯の屋根上への移設などが施行され、九百六十七年十二月の、 呉市電全線廃止まで運用された。リダイレクトの所属カテゴリー、伊豆箱根鉄道も派8軽電車に関するカテゴリー、金石電気鉄道で15軽電車に関するカテゴリー、北陸鉄道も派2050電車に関するカテゴリー、福井鉄道も派500、K、電車に関するカテゴリー、呉市交通局500、K、電車に関するカテゴリー、北京電車電灯502軽電車に関するカテゴリー、 ありがとうございます。